沈黙のトラウト、ついに大谷翔平の移籍に発言級ドジャース入りは、1年間予感していたよかったと思う。エンゼルスで、大谷翔平投手と6年間共にプレーしたマイク・トラウト外野手が相棒の移籍について初めて口を開いた。オフのフリーエージェント FA を控えて移籍が取り沙汰されていた昨季、すでになんとなくドジャースに行くのではないかと感じていたのだという。トラウトは良かったと思うよ。彼はドジャースにふさわしいと思う。どうなるか、そのうちわかるよとし、今後の成績に大きな期待を寄せた。やっぱり移籍するって予想してたチームメイトの方が多かったのかね。身近にいたトラウトがドジャースへ行くと感じていたのに 100% エンゼルス残留と断言し続けた秋原。エンゼルスからドジャースに行って良いこと尽くしだと思うけど、トラウトやエンゼルスのチームメイトと離れるのは悲しいな。やっぱり無意識のうちにドジャースに行きたい空気を出してたんだなわら。エンゼルスなんて最初から望みなかったな。トラウトの言葉はなんだか切ないね。トラウトも応援したい。まあ言うてトラウトはエンゼルスの重鎮だからな。トラウトにいろいろ喋れば、大谷はなんて言ってた？って経営陣は聞くだろうし、そこは駆け引きよ。むしろエンゼルスは大谷に一回もオファーしなかったっていうし、トラウトにしたら喋ること何もないでしょ。大谷の覚醒とトラウトの全盛期が被らなかったのが残念だ。トラウトって才能あるのにエンゼルスにいるのほんともったいないなぁ。